ナスティの大冒険 YouTube 版、一人ぼっちの無人島で2泊3日ゼロ円生活。いよいよですね。すごい。行ってきます。すごい。一人ぼっちの無人島でゼロ円生活4日目でございます。誰も人がいないので、いつもなら全然気にしないこういうちっちゃい花が気になります。こういうのに癒されますね。だから花見てて、この花全部花びら揃ってるとか、あれ花びらちょっと少ないぞとか、ちょっと枯れてるぞとか、あ、虫ついてるなとか、そういうのを気にするようになりました。いつもなら絶対取らないんですけど、ススキを取ってます。わあ、この子はピョーンと長く1本だけ伸びたねとか思って、見てると向こうにもっと高いやつがいるっすよみたいなのを見るようになりました。面白いですね。こうやって一人で喋ってるだけで面白いです。こういう新聞咲いてる植物たちを見ながら歩くなんて、いいですよ。朝の6時です。あ、僕は大好きな花の葉っぱ色出てるよ、かわいそうなんでって思うようになりました。少し青みがかって見えるな。真水もこういう朝露から取れますからね。膝から下にタオルを巻いて山道をずっと歩いていくんですよ。そしたらコップ1杯分ぐらいの水が取れますので。こっちもこれも、あー、かわいい。かわいいとか全然思わないのに、花道。うちの兄貴言ってたな、男性からもらって困るプレゼントナンバーワン花って言ってました。花もらった時に困るって思うって言ってました。そして今回も築地の斉藤さんに VTR を見ていただき、取ったお魚の金額査定をしてもらうのだが、反響はやっぱりありますよね。あ、出てましたね見ました見ましたとか、やっぱり若い方多いですよね。20代から30代、うん、男性が多い。女性は何か言いたくてもあれなのかな。皆さん随分綺麗な人だねこんな綺麗なお姉さんいたらいいね俺が若かったらな言っちゃいますねここで豆知識を一つ。花には幸せホルモンを分泌させる効果がありますからね。花を置いた方が絶対にいいです。赤は向上心や意欲、気力、勇気を与えてくれます。ピンクは緊張感をほぐす。黄色は対人関係の緩和。白は心身リフレッシュ。青は感情の高ぶりを抑制。オレンジは体内機能の活性化。紫は鎮静作用に効果があります。ちなみに女性が好きな花人気ランキングです。5位はアジサイです。4位はひまわり。3位はバラ。2位はチューリップ。1位はガーベラ。20から30代女性に聞いた花束を持って告白されたら嬉しい調査では、嬉しいが 41%、 嬉しくないが 21%、 相手によるが 33% でございました。だから 41% の人が別に嫌いな人から花をもらっても嬉しいんですよ。いい知識ですよね。ナスディ大冒険 YouTube 版の皆さんには女性にモテモテになってほしいです。なんでこういう情報も挟んでいきます。自分はやってないです。だけどそういう調査結果がありますという情報でございます。それってよくわかんないなそれとこのサバイバルのあれがどういう風な花が何関係するのか、うん、いや、その花とそのサバイバルの自分のそのやってることと花がどういう関係するのかよくわからん、うん、どういう気持ちになってこういうあれが出てきたのかな。自分で一人であの無人島にいるからかな、そういうになっちゃったのかな、うん、あ、言ってる内容、まあ、なんとなく分かるような分からないような、うん、こっちにいいものがあるかも。無人島生活4日目を迎えました。この無人島で湧き水があるのを見つけました。飲み水や調理をする際はこちらの湧き水を煮沸して使っております。ちなみに人間が水なしで生きられるのは5日間ほどです。体内の 1% の水分が不足すると喉が渇き、 5% で血液量が不足して血圧が低下、
10% で臓器機能の低下、 20% で意識が失われ死に至ります。オーストラリアのアンドレアス・ミハベックさんは18日間水なしで生き延びたとギネスに登録されております。でもこれは狙った記録ではなく、車の事故で警察の拘置所に拘留されたまま存在を忘れられ、飲まず食わずで奇跡的に生き延びたんです。ミハベックさんも確実にギネスに申請しているということですか。知らんでいい人まで知られちゃいますかね、拘留されたこと。だって嫌じゃないですか、絶対ずっと後世まで自分の名前が残るのだけど、恥ずいけどギネスって乗りてそもそも。なお3日に1日雨が降る日本では水は当たり前にありますが、それは地球的に見るととても特殊です。地球上の全ての水を100とすると 97% が海水で、塩分を含まない淡水は 3% だそうです。その淡水のほとんどは南極や北極の氷で、人間が使うことができる水はわずか 0.01%。 世界では6億6千万人の人が汚れた池や川の水などを飲んでいます。水汲みは女性や子供たちの仕事で、世界中で水汲みに費やされる時間は1日2億時間です。ヒマラヤそうですよね。ドルポ地方行きましたけども、みんな子供たち女の人水汲みってましたね、川に。日本みたいに水道ひねれば出てくるということではございます。では水場を探すための基礎知識です。まずは植物に注意しましょう。フキ、わさび、化粧柳などは水気の多い場所に生息します。それらを見つけたらその付近を徹底的に調べましょう。川とか水場があるはずです。動物ではヘビ、カエル、ナメクジなどがいたら近くに水場があると判断していいです。お水の話が続きましたので、喉の渇きについてです。夏の暑い日差しの下では喉の渇きに苦しめられることが多いです。だからといってちびちび水を飲んだり休んでお菓子を食べたりするのは逆効果です。疲労を深めるだけです。喉がカラカラになったら試しに道端の小石を口に入れてみましょう。喉の渇きを紛らわすのにとても効果があります。人生1回ぐらいは口に含んでください。味のない氷砂糖とかを口に含んでるような感じになるんですよ。ちょっと唾液が出てきます。で意外と石美味しいです。すごい、こういう情報は本当聞いて自分のためになるね。だからこういう情報が知ってるからこそそういうサバイバルもできるんでしょうね。うん、これはすごいな、こういう豆知識は。自分も勉強になるね。うん、やっぱりいろんなその豆知識って必要だね、やっぱりね。うん、さすが、さすがだね。うん、花の時はどうかなと思ったけどまあ一人だからなんかセンチメンタルみたいになっちゃってねそんなになるかなと思ったけど、こういうその水に関してのその豆知識みたいなのはすごいね。うん、勉強になるね、僕らもね。うん、そして気になる粘土ですが、一体どうなっているのでしょうか。初日から土を集め、漂流物を使って酸を作成、そして粘土を作り、酸に塗りつけ壁を作ったが、3日目ひび割れ、かや入りの粘土で補修した。よし、こんな感じで慎重に置いてみましょう。果たして4日目土壁の状況は。昨日のひび割れをかや入りの粘土で修復したこちらの土壁ですが、だいぶ表面が乾いてまいりました。それにしても今日は天気がいいですね。焦らずに今日一日しっかり粘土を乾かします。楽しみですね。明日あたりいよいよ無人島ゼロ円レゴハウス組み立て作業が始まります。こうご期待です。こちら昨日作ったヘラヤガラと青ヤガラの干物も一夜干しではなく、今日一日しっかり乾かして明日小屋完成祝いを兼ねて美味しくいただきたいと思います。天気が素晴らしく今日はいい。サバイバルにおいて事前に天気を知ることは重要です。ここで天気についての豆知識を披露させていただきたいと思います。天気は雲の種類や動き、空の色合いである程度は予想がつきます。昔の人は自然界の様々なものを見て予測をしています。それが観天望気です。夕焼けになると次の日は晴れる。日本の天候はほぼ西から東に移動するんですが、西に太陽を隠す分厚い雲がないので次の日は晴れる。ちゃんと気象学的な裏付けがあるんです。他には辻雲は下り坂、綿雲は晴れ、鱗雲は雨、入道雲は夕立、レンズ雲は強風の前触れ、太陽や月に傘がかかったら雨、朝の虹は雨、南風はバカで吹き止むことを知りません。
積雪を踏んでキュッキュッって音がすると寒くなります。夜星を眺めて星がキラキラしたら強風などがあります。大地の変化で天気を予測したものもあります。ツバメが低く飛ぶと雨、天気が下り坂になると気圧が下がり湿度が上昇すると昆虫が地表近くを飛ぶようになり、それを取るツバメも低く飛ぶという理にかなったものなのです。カエルが鳴くと雨、カエルは皮膚が薄いので湿度の変化を敏感に感じ普段より鳴きます。羊の毛が湿ってくれば雨か曇り、ミツバチが飛び散れば連日晴れの兆し、ミミズが出てきたら雨、魚が跳ねると雨、朝の霧は晴れ、山が近くに見えると雨、羽の音がよく聞こえると雨、古傷がうずくと雨などがあります。ナス D は一人でエンジョイ。楽しい。すごいね、こういう自然と共存してるっていうかね、共存してるっていうかね、それで自然とこう身についちゃうんで、これだけの知識を知ってるからこそサバイバルができるんだ。逆なんだね、ただただキャンプ行くわけじゃないからね見てて楽しいと思いますよ。深いですよね、深い、このその番組が深くなるよね。見てて楽しい、もっと楽しい。豆知識があるからこそね、その番組見ててもっとこう楽しく なってきますよね、深い。一方その頃、別の無人島で待つ撮影スタッフは、今回も延長でしたね、やっぱりですね、長いな。何やってんですかねこれ。まだ家作ってるいや俺もそう思う。まだそんな感じだと思いますよ。めちゃめちゃ進んでない感じがするんですよね、これ。延長力もらえるんですかね。いや、もらえるでしょ、これ絶対。いくら寺島氏はですね、いくらを希望しますかな。5500円。30分。うん、前回6号やったん。そう、前回6号、確かに、いきなり5号っていうより、とりあえず6号1回前回と同じでどうですかって言っとかないと、その交渉の余地を。なるほど。そうなんですよ、基本的に交渉ってやっぱね、高めからいった方がいいです。はい、最初から下げず。そうそう、で下げてその優しさを見せた方がいい、俺らの。分かるの。なるほど。いきなり5号でドンっていったら、もうちょっと、あ、そんなんでいいですかってなる可能性がある。1回6号ぐらいにいっといて、これ食って6号。そう、これめっちゃいい仕事じゃないですかそれ。これ食って6号って、俺らみたいなタフがいないですか。そうですよ、確かに6号はもらっとかないと、ね、あれですね、一回衛星電話してました。衛星携帯で呼び出しましょう。そうですね、どういう状況。さすがにね、もし死んでたら、それ俺らのせいになります。それ怖いっすね。いやでも確かに分からないですからね、こんだけ別々やってたらどうなってるか。じゃあまず電話します。そうですね、電話します。出ますかね。出るか。出るんじゃないですか、さすがに。どうします。携帯より携帯しとけってらしい。ほんまや。これはもう衛星不携帯ですよ。これ全然持ってへんもん、携帯やのに。繋がらへん。不携帯電話ですよ。これ全然出へんもん。ちょっと心配になったので、撮影スタッフの2人はナス D が生活を送る無人島を訪ねた。ここのね、崖だけちょっと危ないんですね。こっちを降りますね。ここはね、ちょっと崖になってますね。降りるときと上がるとき気をつけないと。もしもこの島に無人島生活することがある人が来たら、この崖が危ないです。ここだけです、危ない。あとはもう、すごい比較的過ごしやすい、いい島です。4日間一人ぼっちで無人島生活を送り、カメラに向かってずっと一人で喋っていたナス D。久しぶりの人類、しかも気心知れた間柄だが、どんな反応を見せるのか。で、あの愉快な仲間たちは何してるかって、対岸からとか。奴らこっから行けないんです。奴らはこっからこっちに来れないんです。他のものです。
何しに来たかお前何しに来たかお前何しに来たか危ないですよ、気をつけてください。この島何しに来たかそこ危ないですよ何しに来たか引き上げてる、怖っ。どげんかせんと崖が危ない。今回どうしても一人ぼっちで無人島生活を行いたいナス D は固くなに人類の入島を拒絶。しかし下には降りてきた。へばりつま情けない。向こうで何食べてもブクブクと海を繰り返して全部焼ける。よし、どうですか船上生活は。そちらの、いやすいません、なんか楽しくやらせてもらってます。そうっすね、こっちも順調です。あ、本当ですか。こっちの方が楽しいですめちゃめちゃ危なかったですよ今。いや全然危なくないです。大丈夫ですか。全く。島の状況どうだったんですか。島の状況もすごくいいです。良好です、絶好調です。中畑清です笑ってんな、こっから入っちゃダメです。そのこの鉄パイプの境界線でこっちに入んないでください。今回一人ぼっちの無人島生活なんで、こっち側はもう一人ぼっちにさせてください。どうやらナス D にとっては招かざる客だった様子。心配ご無用、終わったら連絡するとのことで撮影スタッフは退散した。ちなみに緊張料金のことは触れられなかった。一人ぼっちの無人島ゼロ円生活、夜の海の漁へ行ってまいります。森で行くか。さあくーっと本当に奥は本当に展開さっそうと泳ぐナス。今日は一体何匹ゲットするのか。すると早速獲物発見。おじさんこと蓬莱姫氏だ。蓬莱姫氏がダウン。査定金額は。あ、また潜ってばっかりいるんですねよう潜りますねそうですね、おじさん、最近市場にも出てますよ、ね、今テレビコマーシャルでもちょっとねやってますよね。東急リバブルだ言っちゃダメだな。ちょっと値段的には安いですけどね、でも馴染みがないんだよね、なかなかね馴染みがないんですよ、こっちの方では。南方系の魚だったらやっぱ 色がグロテスクとかね、そういうのがあるからね、色があまり綺麗すぎてね、やっぱりお客さんは引くんだ。馴染みがあるのは色が綺麗だっていうのは、まあ、キンメだとか、ね、せいぜい、赤ムツだとか目抜きかな、うん、そういったとこでしょう。赤い魚であればね、代表的なものであれば、まあ、西の方の魚は西の方の魚でね、西の人 その需要があるからあれですけど、やっぱり東京こう関東近辺では北の方の魚の方がどっちかったら好まれますよね。やっぱり寒いところにいるっていうイメージがあるから、うん、美味しい、身が締まって美味しいっていうのありますよね。私らも買うときはそういうふうになるし、お客さんもそういうの好みますよね、東京ではですよ、うん、あとはまあこの辺の 近海の魚、うん、が多いですからね、うん、まあ別に西の方の魚でもね、そんな、なんていうのかな、馴染みがあればそんなことはないんですけど、流通もねそんなに頻繁にはないですしね、西の方の魚はね、はい、頻繁にそのずっと年間通してその流通が、あればね、馴染みがあればこういうお魚ですよ、ああいうお魚ですよっていう売り方もありますけど、ね、値段がついてつかないような値段だからね、この大きさならまあ500円がいいとこでしょう、うん。通算13種類目は蓬莱姫路です。顔にヒゲがあることからおじさんとも呼ばれております。ちなみにババアっていう魚がいます。噂はいないけどババアはいるんです。
正式にはタナカゲンゲという深海魚なんですけど、見た目がおばさんみたいで鳥取ではババアと呼ばれているんです。もともとはゲノゲの魚として漁師さんだけが食べていたんですが、安くて美味しいことから地元周辺で流通するようになったんです。淡白でホクホクとした白身でフライや唐揚げ、ソテーのほかババちゃん鍋として地元の方はよく食べているそうです。今では鳥取の冬の名物となっております。夜の海は昼間とは違って静まり返り、透明度も高く幻想的です。ぐっすりと寝ている魚たちも多いのです。目は開いているが、これでも寝ているんです。中にはどうしてこんなところにいるのかというたくさんの海に囲まれてしまった魚や、こちらのイカもなぜという場所にいました。そこはなんと炊飯ジャーイカ飯です。続いて狙うのは砦で一突き。逃げられないようぐっと岩場に押し付け、5分とかからず2匹目をゲット。もう一匹ダウンさせた。いい方のメジナだ。メジナはね、まあたまに出てはいますけど、そんなに頻繁にそのお客さんがメジナをくれっていうっていうのはね、お客さんはいませんよ。実際のところ釣り人が食べる魚かな、これは。うん、どっちかしたらお魚屋さんにメジナ並んでるよっていうあれじゃないで。じゃあお客さん今日はメジナ入ったよって、そうはいかないよね。いや、ほとんど売らないね。ほとんど売らない。もう25年ぐらいやってますけど、一般のお客さんが、あ、じゃあ今日はメジナがいいねっていうお客さんは誰もいない。いないね。うん、まあ売るとしたら、でもこのぐらいの大きさだったら1500円とか2000円ぐらいの価値はありますよ。うん、メジナ自体はね。うん、メジナは釣り人にとっては磯釣りの王様と呼ばれています。全国各地で釣り大会が行われているほど人気です。秋から春にかけてが旬で、産卵前の春が一番脂の乗りがよく美味しいです。続いてもこちらの岩陰に潜むメジナ2匹目をゲット。でも音の大きさから見たらいい方ですよ。うん、さっきよりちょっと同じぐらいだったら、まあちょっと値段がいいかな。2000円から2500円かな。うん、さっきのはど真ん中でしょ。あれじゃやっぱり傷棒になっちゃうね。頭かやっぱおぽついた方が身が大丈夫ですもんね。あれはど真ん中、さっきのはど真ん中、もう完全にど真ん中ついてますもんね。あれじゃやっぱり身がダメになっちゃうね。傷物はやっぱり魚は安いですよ、もちろん。あとは網刺さったりね、網で傷ついたりね。うん、本当にもう傷ついてるんであれば、まあ、魚の価値は競りにかからないような、まあ、ゼロに等しいですよ、その場所によってはね。やっぱり魚の価値って、釣りが一番。ただ真ん中、さっきみたいにど真ん中ついたような魚だったら、もうちょっと値段が本当はつかないような感じですよ。うん、今度は後ろから近づきズバッと一突き、メジナ3匹連続ゲット。25センチじゃね、さっきより全然小さい。小さかったらもう1000円前後かな。ちょっと肩が小さいなと思ったら、もう本当に値段半分ですよね。うん、変わります変わります。もう全然違いますよ。倍も違いますよ。やっぱり料理の仕方とかそういうの違ってくるから、刺身にしたりするんだったらやっぱり料理の価値があるし、焼き魚だったら焼き魚だし、あとは唐揚げだったら唐揚げを、唐揚げで3000も4000も出すしてね、その希少価値とか食べる価値がもう全然違いますからね。さらに夜中起きているこんな魚も真上から一突き、海に入ってからわずか10分で5匹目。通算14種類目は一頭大です。赤と白の模様がカノコのようだと言われ、別名カノコウオとも呼ばれます。こういう魚はね、ちょっと問題外。うん、魚屋には問題外ですね。見た目もやっぱり、その本当西の魚だから赤くてね、
やっぱ食べようっていう、こう食欲そそうような魚ではないですよね。唐揚げにしても、なんか身が硬そうだしね、骨がいっぱいありそうだしね。まあゼロですよ、ゼロ。うん。これにて終了かと思いきや、普段は絶対に取らないこんな獲物も。さらにいきなり森に噛みついたウツボだ。後を追いサクッと一突き。ウツボ出ますよ、お店じゃなくて。注文でウツボありませんかってお客さんもたまにいますよ。それは年に1回だけですよ。年に1回2回、うん、あります。本当に見かけないですけど、たまにあります。お料理屋さんが持っていくんじゃないですかね。唐揚げ用だと思いますよ。あとかば焼きみたいにねするとか。この大きさだったら、まあ、1500円から2000円ぐらいのところがいいところでしょうね。うん、売ってもね、うん、通算15種類目はウツボです。海の生物ですが、なんと皮膚呼吸ができるため、地上に引き上げられてもしばらくは活動することができます。わずか15分でこの日の漁は終了。6匹の魚をゲットした。さあ早速取ったばかりの魚で夕食作り。ナスディの無人島クッキング。さあじゃあ前川 D、 寺島 D、 見てますか。僕はこんなに一人で楽しんでますよ。過酷な条件下こんなに一人で楽しんでやってますよ。お二人はお元気でしょうか。お二人は言ってるかもしれないですね、今頃大丈夫かなナスディなんて心配してくれてるかもしれませんが、まあ彼らとは長いですから、家族ですから、ね、もう彼らとは長いんでね、今頃お二人も心配があって飯も喉を通ってないんじゃないでしょうか。ずっと食っとんだ。私といつものように独り言を言いながらこの日の料理開始。切り身は表面が白くなるまで熱湯につけて霜降りを行います。この下処理で魚の生臭さやぬめりを取ります。水で表面の汚れ、血合い、鱗を取り除くようにして丁寧に洗います。食べ方よう知ってるわこの人は。うん、その霜降りするところはさすがだね。うん、もう全然違うんですよね。うん、魚はやっぱりより美味しくなるよね。あとはもう肉崩れなんかも防ぐんだよね、一回霜降りしてからだと。よく知ってる本当にね。うん、さすがナスディですよ。うん、味付けは水にみりん、お酒、そしてお醤油ですね。お砂糖を入れます。ここに生姜を加えます。できた煮汁に先ほど霜降りしておいた魚の切り身を入れていきます。あとは蓋をしてじっくり煮詰めていきます。その間にお醤油、酒、ニンニク、生姜で作ったタレに一口大に切ったメジナを入れてよく揉み込みます。これを15分ほど放置しておきます。その間にメジナの水煮を多めどころで、先ほど霜降りしておいたメジナのぶつ切りを煮たら、あとは味噌を加えて味を整えるだけです。ということで本日一品目は、味付けはお味噌だけのワイルドな一品。この無人島で今日取った魚の旨味がたっぷり出汁に溶け込んだ磯の香りがしっかり楽しめるメジナの味噌汁の完成です。そして火にかけて煮詰めておいたお魚の煮付け、こちらも器に盛り付けていきます。甘辛い煮汁もたっぷりかけましょう。お魚をほぐして出てきた真っ白な身につけて食べれば、その魚が持つ本来の旨味がしっかり味わえます。魚って種類が違うと味が全然違いますけど、同じ種類の魚でも一匹一匹味がかなり違いますから、無人島ではそれがより感じやすくなるんです。ということで本日の1品目は、今日取った3種類の魚を使ったおじさんとメジナと一頭大の煮付け完成です。これ一切れ1000円でもいいんじゃないですか。うん、まあ東京だったらね、一切れ1000円定食でね、価値ありますよ。うん、漬け込んでおいた魚を取り出し、
小麦粉をまんべんなくまぶしたら油で揚げていきます。皮はしっかり揚げた方がパリッパリで美味しいです。きつね色になって火が通ったら取り出し、油をよく切ってお皿に盛り付ければ出来上がりです。本日の3品目は今日取ったメジナをしっかりタレに漬け込んで皮ごとパリッと揚げたメジナの唐揚げ完成です。ニンニクの香りが食欲をそそります。ではですね、本日の夕食全体的に茶色いですが、4日目はメジナの唐揚げに、おじさんとメジナと一頭大の煮付け、そしてメジナのお味噌汁の3品です。あの魚がこんな風に化けるね、うん、これだけのもんだったら本当に値打ちありますよね、うん、まあお金出してもいいかなみたいな、うん、食べたい僕も。それでは自然に感謝していただきます。唐揚げから行こう。あったかい唐揚げから。メジナの唐揚げでございます。うわっ、うわ、皮目が美味しい。これは東京でできても全然お店で何のもんじゃない。メジナってわりかしほろほろと柔らかい食感のはずなのに、身がギュッと締まって本当鶏の唐揚げみたいな、鶏の唐揚げ風なんですけど魚。ああ、これ魚嫌いの子供でも食べますね、こうしてあげたら。ああ、美味しい。メジナにつけていただきます。ああ、ああ、これは本当メジナ本来の柔らかさと白身の上品な上質な味ですね。これはメジナの醍醐味ですね、この味は。ああ、味付けした人天才。これしかもなんか母の味みたいに出ちゃってるな。で、因縁のおじさんの煮付けでございます。おじさんはね、ほんまに当たり外れあるんで食べてみましょう。おじさんの煮付け、癖全然ない、全然癖ないおじさんになってる。おいしい。これ汁、うわ、うまっ。だし出て、この汁が。なんかちょっとこのシリーズの料理へのリポート感想がものすごい雑になっちゃってる。寺島さんとか前川さんいたらちょっともうちょいちゃんと分かりやすく言ってもらっていいですか。言葉では伝えられなくても食べっぷりで美味しさは分かる。おいしい。素材のうまみと味付けはパーンってぶつかっちゃいましたね。これ売れるやつ。その唐揚げは皮を美味しく食べさせようと、ちょっと柔らかい食感の皮、昨日でいうと石鯛、石鯛の皮と身の間に油があって、皮をいびきにして食べさせたりするお店があるぐらい皮が美味しいのが石鯛で、似てるんですよね、皮と身の関係が。だから関東の人はこういう味を食べたことないのかもしれない。メジナとか石鯛とか食べて、石鯛ちょっとシガテラあるからおすすめできないですけど、俺はシガテラ関係ないんで、ここんとこよろしく。唐揚げは完全にメジナの皮を食わしてますね。中華街行きますよね、そしたら肉まんと売ってますね。具を食べさせようとしているのか、それとも外側の生地の部分を食べさせようとしているかで、生地に自信がある店は生地を美味しく食べるための中身になってます。で、中身にすごい自信あるとこは生地を抑えめにして中身を食べさせてるんですね。例えば日本のお茶と和菓子、どっちがメインかというと本当はお茶なんです。お茶を美味しく食べるための、だからお茶受けって言われてるんですよね。で、本当に美味しい職人の和菓子食べてお茶飲んだら、お茶が味がまだ残った間に和菓子の味がなくなるのが本当に一流の和菓子の職人なんですよ。え、で、何でしたっけ、何の話してないの、え、何の話今の、え、あー、だからこのメジナの皮を食わしてますね。今何の話って、この寺島さんいたらメジナの皮の話から。前川さんどうですか。前川さんたまに笑ってるじゃないですか、そういう VTR の中で。あれ笑ってないですからね、いつもああいうやつなんですよ。で、何でもろかったって聞いたら言えない時ありますからね。寺島ディレクターと前川ディレクターが会話をしていて成り立ってない時があります。二人の間では会話は表面上成り立ってるんですよ。あの2人のディレクターの初心者が聞けば、あ、仲良さそうに喋ってんなって思うんですけど、僕なんかもう付き合い長いんで分かる。これ会話全然違う。前川さんはジャンプの話をしている。寺島さん先週公開した鬼滅の刃の映画の話をしている。別なんです全く。だけど2人の話ちゃんと会話整理してるんです。聞いてないんで、あれおもろかったっすよねっつって、あ、あの映画、あの連載面白い、そうっすよね、あれ続きますよね、
全然違う話、自分たちの話しかしてないから成立しちゃってんです。それ2時間が続いてる時あるんです。味噌汁うわーうまい、こ味噌汁こ平野レミみたいな味してますね。味噌汁が濃いおばさんみたいな、だしすご、だしすご、だしすご。今の鈴木奈々さんの真似です。おじさんの定義って何やろな。このおじさん食べながらおじさんの定義を決めてみよう。おじさんと言われる人の定義。でも僕年齢じゃないと思ってるんですよ、おじさんっていうのは。このおじさんはもうおじさんじゃないんですよ。ものすごい透明感あるおじさんになっちゃって、福山雅治みたいな透明感の塊みたいなおじさん。透明感ある芸能人ってナンバーワンって誰ですか。将棋の藤井聡太君は結構透明感ある。スッとしてるあの子チョレイ。谷本君も透明感あるな。あれは知ってますか皆さん。愛ちゃんが卓球するじゃないですか、さあって言うじゃないですか。あれはみんな言うらしいんですよ、卓球してる人。言っときますよ皆さん、バカにしちゃダメですよ。谷本君のチョレイはあれオリジナルですからね。あの子のあの子しか言ってないんですよ。すごくないですか、みんなさあ言うてんのにあの子だけチョレイ一人しかいないんですよ言ってるやつ。すごいっすよ、作ったんですよチョレイ言うやつ。はい、ゆずりか。誰にも気を使わなくていい一人ぼっちの無人島生活は4日目を迎え、ひとしきり料理の感想は終えましたが、このあと食事中のナス D はたった一人でどんなことをどれくらい喋り続けているのでしょうか。ここから先いつもならカットしている部分を今回は特別に公開いたします。この煮付けやばい。この煮付け食べてる時にこの無人島であること忘れてますもん。一回僕本当に西麻布のタランカタって店があるんですよ、博多の。まあまあ高いお店で、でも美味しいんですよ。そこすいきなり思い出しました。あ、こんな味あった、あそこの煮付けって。これすごいこと言ってますからね。サクッとタランカタと同じ味って言ってるじゃないですか、はっきりと評価して。私みたいに味に厳しい男が無人島で一人この味をタランカタと一緒って言ってるっていう。無人島で釣った魚でこの環境下でこの火力でこの味っていうのが、でしかも田中田出してるとしたらこの料理も神です。煮付けで冷えてもなおグッと味入ってきて美味しいんですよ。今この料理の食べてんのの中盤ぐらいになってきて全然何も言えてない。チョレイって叫んだり何の感想も言って何も伝わって、もうここ一列残ってますけど、ピタッて一列残っちゃいましたけど、いや味の感想全然言ってない。あんま言いたくない自分がいる。あんま仕事として捉えたくない、この最高のお食事を。話は多岐にわたり自画自賛や葛藤まで頭の中大解放。梅品を一切殺してないこの料理三品と思うわ。ちゃんとこんな味でこんな料理似てますって言うべきか言わざるべきかで悩んでます。なんか言う必要あんのかなっていう、それ生き様じゃないですか俺の。これを飲んでこの味が何かに似てるだとかこんな味だとか濃いめでパンチがあるとか言うかどうかって俺の生き様じゃないですかこれって。生き様をこの VTR を持って見せるか味をちゃんと丁寧に見せるかなんですけど、冷静に考えたら味言えよなんですよ。言おう、一個ずつやっていこう。もう一回唐揚げからいきます。一口目という手でやってみましょう。うん、これはね、うわ、まあ、一口目という手でやってみましょうって本当に食べた、ほんまに一口目みたいな味がしちゃった。食べた瞬間は鶏の唐揚げです。完全に美味しい醤油味の唐揚げ。だから食べてる間に完全に魚の味になってきて、僕は魚好きなんですごい後味がいいです。東京戻ってもしもこの3種類出す店があったとしたら僕1年これでいいです。メジナの煮付けやりま食べます。いただきます。うわ味濃いのにめちゃくちゃ上品。食べる側の気持ち分かってる。これ煮込んでて黒くなるぐらいまで味染みてるじゃないですか。でも中は真っ白なんですよ。こうやってずっと漬け込んでる煮付けじゃないんで味濃いんで分かります。これ皆さん、この料理、料理っていうのはこういうことなんですよ。外濃いじゃないですか、だからこういうふうに濃いめの味がパチンってつくんですよ。中白いじゃないですか、味入ってないんです。わかります。これ刺身に醤油をつけて食べるのと一緒です。漬けは漬け込んで身に味を入れるじゃないですか。身に味入ってないんです。だからメジナの味がガッチリ残ってるんです。
で外側ちゃんと味でコーティングされてた。だからダイレクトにメジナの味を殺してないんですよ。こんな濃い味付けなのに、やっぱこのタレもうまっ。皮が吸ってるな、手を。皮が吸ってるんですよ僕の手を。でも煮物が美味しすぎて皮を叩く暇がない。はい、まだ吸ってるこいつ、めっちゃ強い。懐いとんねんこの皮。全然こ撫でても逃げへんのちゃうかな。ほらこいつ、この皮全然逃げへん。ほら、うーわ、この皮すごい、めっちゃ乗って。手の理科です。これなんか理科の教材とかでこいつ使えるんちゃうかな。めっちゃ吸ってるとこ取れてますよ。こうやってほら撫でた。ああ飛んでた。刺されたあとかゆ。それであいつ、この唐揚げは脳への伝達が早い系の料理です。食べた瞬間に神経にピンってくるぐらい美味しいっていうのはすぐ出ます。梅汁の煮付けは美味しいって思ってから味が来るタイプです。どっちにしても美味しいんです。食べた瞬間唐揚げだけど、食べていくうちに梅汁の味を感じることができる。この煮付けはちょっとほんま全然どうかしてるの、全く 何にも感想言ってない。昨日、一昨日、今日と意外と食レポがうまいナス D とか言ってくれてる人いるのに全く言ってない。ちょっとちゃんとやろう、ちゃんと仕事しよう。今回浮かれちゃってる、完全にちゃんとやってない。いただきます、ね、メジナの煮付けでございます。いただきます。うん、やっぱそう、ブワーって味が最後にドーンって出てくるんですよ。味は柔らかい白身の、でも身はギュッと締まってて、うわー、もう全然例えなんかが浮かばないな。メジナ自体が結構変わった味だからな。いただきます。一等台の煮付け、そのお味は。わあ、美味しい。しかも味全然違う。3匹とも味全然違う。まあ、ここのところ全然まずい食べ物がないんで美味しく食べてるんですけど、こんな例えだから急に浮かんだんですけど、ほんまにまずいなってもん食べてないんじゃないですか。逆に人間の味に対する考え方違う。昔の人たちは、まあ、この貝まずいとか、この魚味がしないとかあったんでしょうね。今の日本人って多分ほとんど大体美味しいんですよ。まずまずいがそんなないんですよ。まずいってのは一応経験せなダメなんでしょうね。部族とか行くとこれ美味しくないよって言いながら食べてる人いるもんな。まずいっていうものをちゃんと食べてる。汗って食べすぎて、わりかし太めのメジナの骨が喉に刺さったまま食べ続けてる。時間をかけてゆっくり溶かしていこう。がっつり喉刺さっちゃった。あれ喉にズバーンって魚の骨に刺さったらどうするんでしょうね。溶けるまで待つんでしょうね。俺今刺さってその状態ですけどね。それを悟られないようにプロ意識というものでみんなほとんど気づいてないと思いますけど、かなり大きめのメジナの骨刺さってますけどね。今喉に刺さりつつ今やってるんです。気づいたしました。だいぶ序盤で刺さりました。タイみたいなイカチイ魚の骨が喉に刺さって、魚の骨刺さったどうしようってハワイに相談した。ハワイがもうほっとけほっとけ、その溶けるしって言ってました。2週間ぐらい溶けなかったんですよ。弱い2週間ぐらいしか言ってたんですよ。まだ溶けてんねんけど、まあ、そのまま生きていきやんたって。ご飯粒飲んだりとか言いますよね。味噌汁も僕好きっすね。お魚の多く入った味噌汁でお魚の出汁出てるんです。そう、独特の魚の味噌汁の味するんですよ。だけどその独特さがすごいいいんですよ。あ、やっぱちょっとこの素材の旨味殺さずやな。本当に全部寺島さんとか全部マヨネーズかけて食べたりするんですよ。信じられへん食べ方するんですよ。昔ちょっと怖めのディレクターと三浦さんっていうディレクターいて、まあまあ怖めのちょっと切れるタイプのディレクターなんです。自分と未だに仲いいけどこの業界も辞めちゃった山口くんって AD と3人でとんかつ食べに行ったんです。三浦さんが、山口さ、いいとこのとんかつ連れて行ってあげるよとか言って、残し塩で食べると美味しいんだよとか言いながらその店行ったんですよ。こういうとんかつ屋来てね、塩くださいって言ったら一目置かれるからね、相方も違ってくるから行った方がいいよ、すいません3人前とんかつください、塩もくださいって言ったんです。で塩出てきたんです。3人でとんかつ食べ始めたんです。で三浦さんが、まあ塩はちょっとこのぐらいでいいんです、そんなにいっぱいかけちゃいけない、ちょっと振るぐらいでって言ってる時に、あ、ほんまですかーいの山口がソースをブワーかけて、ちっちゃいひしゃくみたいなやつ5杯ぐらいいったんですよ。塩全然かけてない、やられる山口って思いました。もうしばかれると思ったんで、これ言わな思って、三浦さんの手前、山口それもうあかんって、それもう三浦さん塩って言ってるやんって言ったんです。唾ブワー吐き散らしながら、僕ソース好きなんです、ソースが好きなんです言うたんです。普通塩で食べるやつあるじゃないですか、それも僕ソースかけますんで、米とかにもソースかけて食べますんで、すさまじい量のソースかけてます。やばいわ山口、それ仲良かったんです。でまあ黄金は AD の時に辞めちゃって会社始めた。
いまだに付き合いがあってご飯行くんです。残ってあげるんです焼肉と。この間あったらバクダッドで水掘りません？友達さん10万からですけど何ぼ出せます？もう怪しすぎるから。いやもうそのバクダッドで水とか掘らへんからね。でも僕も会社やって社長やってますんで食べれてんのって600万ぐらい借金ありますけどそれやりたいからバイトします。どのくらいの割合本業の仕事が何日で何日ぐらいバイトしてるのって聞いたら週7でバイトしてます。それもバイトやんメイン。そのバイト先の人にめっちゃ気になれて正社員ならへんかって言われてなろうと思ってるって言ったんです。焼肉屋行った時に野村さん僕結婚しますねって言うんですよ。バーのママで僕の2つ上です。相手どんな人だ結婚しますあれ席入れんのって入れませんねん。だって相手結婚しますもん。お前ただの不倫ちゃうんそれ完全に。ここ呼びたいわ。視聴者の人が見てるとそんなやついるんかって思うじゃないですか。まんまそんなんですよ。もう一個いいですか山口君の話って。あいつめちゃめちゃ頑張るんですけど必ず磯場のロケとかもサンダルで絶対行くんですよ。こだわりなんですよ。思いっきり足むき出しのサンダルで必ず行くんですよ。血だらけになるんですよ最後。めちゃめちゃ頑張ったから山口何でもおごるわって言ったら六本木ヒルズにあるスーツとか着ていかなきゃいけない肉の店に行きたいって言い出したんです。一応ジャケット羽織って行ったんです。山口当然のように短パンと T シャツ着たんです。その時のサンダル履いてたんです。血だらけで行ったんです。足血流しながらドレスコードしなきゃいけない店に来ちゃったんです。堂々としすぎて山口が入れたんです。入って1分ぐらいした時にお店の人がバッて来たんです。お客様 T シャツと短パンはもう今日いいにしまして、サンダルだけは困ります。でしかもお客さんちょっと申し訳ない、他のお客さんもいるんでなんですけど流血されてますよねって言いましたせっかくこれ美味しいって聞いてきたんですけど。いやあの血出てるじゃないですか血出てるのダメですかってそこまで行くとちょっとお店入店できませんって言われた瞬間山口何て言ったと思います？血出てるからサンダル履いてるんです。血出てて靴履けます？サンダル履いてたから血出たんですけどねって言ったんですよ。恥ずかしすぎて今日は帰ろうっつって山口今日はあかんわって言いました。山口くんは家がないんですよね。バイクは持ってて家ないけどリュックの中に全部入ってます。僕の家リュックですっていうやつだったんです。リュックサックボーイってみんな呼んでたんです。洗濯機とかそういうのだけはあったんで友達ん家置いてもらって、その友達ん家も出て行けって言われて山口がじゃあもう郊外に月7000円でコンテナ借りるって言ってでコンテナ借りたんです月7000円で。それがずらーっと並んでる山口がこの2階のとこだったんです。そのコンテナ僕も見に行ったことあるんですけどマンションの3階ぐらいでそこにはしごが3つぐらいついててはしごはこうレールで移動できるようになっててみんなが自分のとこに合わせて自分のとこに2階上がって帰りまでそこ降りて帰る。山口が荷物取りに行ってそのコンテナになかなか帰ってこなくて心配してたら帰ってくる時に足ちょっと骨折しましたわってほんまに骨折してたんですけど足の裏を折れてました。どうしたんですか？自分のコンテナ2階なんです。そのはしごをずるずるっと移動させて2階のコンテナに行って荷物をこう整理してたんです。誰かいたずらでこのはしごを移動したらしいんです。なかったらしいんです。夜中の2時か3時にはしごないなってなんでですのー言うたらしいんです。一人でなんですのんこれ誰ですのー言うてはしご返してってめちゃくちゃ叫んでらしいんです1時間ぐらい。でもめちゃくちゃ田舎なんでそのコンテナ飛んだらしいんです。 3.5 メートルぐらい下まで飛んでちょっとなるべく足の着地した瞬間にアスファルトです当たった瞬間肩にこう圧力を逃がしたらしいですけどブーンって言ったんですよ。足砕けるか思いました言うて足折ってました。ここでシードがバッテリーが落ちましたね。どうします？何も気にせず喋り続けた結果照明のバッテリーが切れてしまったがそれでも気にせずしばらく喋り続けお料理ランキングボードのお時間がやってまいりました。このお料理ランキングボードのお時間がですね私は大好きでございます。さあ今日はランキングは動くのかとすごいクロスゲームだ。65点と60点の間に全部が収まっている。今日は3品でございます。メジナの味噌汁が一番この中では良くなかった。琉球漬けよりは上、南洋貝割れの刺身よりは下、60.5点。メジナのガーリックバター焼きに対してですねメジナとおじさんの糸台この3匹の3種の魚でですね攻撃を仕掛けましたが石垣台の刺身よりは下、南洋貝割の刺身よりは下、メジナ味噌汁よりは上、60.5
点、7点。これ仕方ない。ここもう書いてこ。最初の64点で同率にしたりしたけど、メジナの唐揚げ、これ別にね、別になんですよ。で、同じく言えるのは、南洋貝割りの刺身よりは下でしょう。60点、9点。ちゃんとここで評価しないと、嘘の評価になっちゃうんで、60点、8点でしょ。いや、こんなもんでしょう。60点台しか出てない。まあいや、まず並べよう。もう下の方になっちゃうから、もうランキングの変化はあまりないんですよ。同じもんばっかり食べてるから、これ初日食べたらっていうのもあるけど、それも考えても、このランキング、まあまあ正確、このランキング、まあまあ正式。ここ10位ということですね。琉球漬け、なんとまさかのここです。分かってました。10では終わらんなということで、確信言っておりました。この10位かどうなんのかなと思いましたね、皆さん。ここ30位まで作っておりました、私。琉球漬けがですね、11位、残念、2ページ目に来ました。日本全国10名のですね、ランキングボードファンの方いると思うんですよ。私ですね、30位以上はいくだろうと思ってですね、ランキング表ここまで作っておりました。ここです、ここまで作ってます。私30人で、ここ使ってます。ここをうまく使ってます。あ、照明に虫が寄ってきたな、かわいい。井上さくらさんなら全部食べるだろうな。あ、美味しそうですね、つって。ちょっとお料理ランキングボードがですね、日に楽しくなってきている。歴史、料理の歴史が刻まれたこのノート、わかるかな。やってみてほしい。子供とかでもいいから、夏休みとか料理するんですよ、毎日。意外と4日前に作った料理って覚えてないんで、その時にですね、このお料理ランキングボードなんていかがでしょうか。その時のこと思い出せるんですよ。なんですごいおすすめです。1位はですね、メジナのガーリックバター焼き。2位は石垣台のフライですね。3位がですね、なんとアオリイカの刺身ですね。これまあ美味しいに決まってるんで、ちょっと避けてます。味としてはもうちょい上かもしれないです。メジナとグループ君の塩焼き。あ、これここに来る。まあまあ正式に得点つけたかな。自分を信頼しよう。と言っていたが、その5分後。この得点。石垣台のガーリックバター焼きとメジナとグループの塩焼きは逆だな、これ。多分ここ逆。これここだ。ミスだ。どうしよう。不動の1位だな、メジナのガーリックバター焼き。結構僅差だな。どっちも強い。石垣台のフライとメジナのガーリックバター焼き、アオリイカの刺身。これ仕方ない。刺身が調理したものを超える時期じゃないんですよね、まだね。こんなところでいいでしょう。まあまあ今日は寝ましょう。お料理ランキングボードの時間でございました。楽しかったし、これどんな歴史が刻まれていくのかな。さあ皆さん、お待たせいたしました。今日ですね、日中日差しが強かったので、このようにソーラー蓄電でライトが当てれました。さあ皆さん、一人ぼっちの無人島ゼロ円生活4日目、夜を迎えました。初日から作り始めたですね、人大地の恵みの家、無人島ゼロ円生活レゴハウスが完成いたしました。というか乾きました。こっから組み上げていきます。所要時間は10分と考えております。たまたま今回ですね、4日目まで雨が降らなかったのでできました。雨降ったらもう一遍やろうとしてましたけど、降らなかったですね。降ってもよかったんですけどね、全然ね。降ったら延長だったんですけど、てかもう延長してます。今4日目夜でございます。一人ぼっちの無人島ゼロ円生活レゴハウスを完成させます。サイズが小さかったら大きくします。どっちにしろ延長です。延長なのです。丸2日間ですね、土を乾かしまして、ようやく固まってまいりました。もう硬いです。表面が硬くなっております。だいぶ表面がもう乾きましたからね。もう乾き始めましたので、あとは組み上げるのみとなりました。もうこれ簡単にすぐ速攻組み上げますので、所要時間10分と考えております。どっちにしろ延長します。いやー素晴らしい。もう完全にですね、表面が乾きまして、あとは組み上げを待つばかりとなりました。釘は1本も使いません。ここまで丸2日かかりましたが、組み上げるのは10分と考えております。いよいよ明日から無人島ゼロ円レゴハウスの組み立て作業が開始。人大地の恵みの家、一体どのように仕上がるのか。延長だ。それにしてもなぜナス D は会社員なのに自由に延長などできるのか。
この後その理由が明かされる。私ここ使いました。わかります。事態はテレワークです。何をしているか、どこにいるか、誰もわかりません。事態はテレワークです。テレワークは私に味方をしております。今テレビ朝日はですね、甲斐さんを筆頭にリモートワークを推奨しております。ここ使ってます。事態はテレワーク、こちら無人島、私ですねリモートワークをしております。ここ使ってます。無人島でリモートワーク、甲斐さんにももう許可取ってます。この無人島来る前にですね、甲斐さんちょっと僕ですねリモートワークしたいんですけど、えダメ君いいじゃん、勝ったねいいじゃん、リモートワークどんどんしてよ、リモートワークなんですけどいいですかと。いいんじゃない、勝ったね、リモートワークいいね、推奨するよって言ってくれました。なんで私はリモートワークをしております。ここです。もう寝ましょう今日は。では寝る前に一つ豆知識をご紹介します。もしも予期せぬ事態で家を建てる間もなくいざ野宿することになった場合の対処法です。気をつけなければいけないのが、1番雨水をしのぐ、2番風を避ける、3番地面からの冷え込みを防ぐ、この3点でございます。近くに洞窟があればその中で休むといいです。岩陰に入ってその前に木の枝を立てかければ雨露や風をしのげます。これは僕が大好きな漫画サバイバルのサトル少年がやっていました。サバイバル見たことない人がいたらぜひ見てください。面白いですよ。おすすめです。よくあるのはススキのような草しか生えていない場所、その時は中に入って下だけ刈ります。そうすると鎌倉みたいになって風をしのげます。やってみると面白いですよ。いずれにせよ枯れ草や枯れ葉を敷いて地面からの冷気を防ぎましょう。草や葉っぱの代わりに新聞紙や発泡スチロールを使っても効果があります。就寝時ちょうどいい気温だからといって安心してはいけません。1日で最も寒くなるのは日の出前の2時間です。油断すると風邪や腸疾患のもとになります。極寒の地で寝る場合、ついつい雪を避けようとしますと、むしろ雪の中で寝た方があったかいんです。大木の下に穴を掘って上にビニールを固定してかぶせて緊急避難用シェルターを作りましょう。または鎌倉を作って入るのも効果的です。山で通した人のほとんどは木の下や岩陰で死んでいるんです。とにかく直接の雪や風を避け、少しでも体温を下げず夜が明けるのが一番です。せっかく豆知識読んでる時に蚊がもうふーってきて土を吸おうとしていた。野宿するとやっぱりどうしても蚊が気になりますよね。そんな時はどうすればよいか。蚊を防ぐにはどこにでも生えている除虫菊とタブノキが一番いいんです。蚊取り線香の原料ですね。葉でも茎でもいいです。1日干していぶせば蚊はいなくなります。おやすみなさい。野宿についての豆知識でしたけど、もう僕には関係ありませんからね。明日には無人島レガハウスが建ちますから、もっともっと快適になるぞ。回復中、でも警戒はしてる。はい、4日目を見終わって築地の斉藤さんの感想は、相変わらずね、その森の付き方といいね、それは上手だね。感心するのは何たって料理ですよね。基本的に食べて美味しくなるよっていう風なね、下ごしらえとかそういうのをやってますよね。逆にならなきゃ習いに行かなきゃ。逆に今日は今まで一番楽しかったかな。やば、庭園できた。全然違う。で3段目いきます。そうですね、いいでございます。テカテカ、やっちゃった。すごい気力がなっちゃった。ずっとやってたら泥ダンプがいいです。色がしたね。この土で作った地球なんで、地球アート立体的なの。カコタコとウミガメとナスは、ムナガの島はトラとカツオドリ。綺麗ですね。じゃん、夢があるならば叶えればいいさ。無人島開拓生活スタートです。
延長の期間が延びると無人島の季節も変わり、仲良くなった海鳥の産卵誕生にも立ち会えた。これ出てくるんだ赤ちゃん。この卵はですね、割れて赤ちゃん生まれました。お母さんいないね。帰ってきてほしいね、お母さんね。大丈夫大丈夫、分かった、攻撃しないから絶対。母親が攻撃的なのは下にですね、子供がいるんです。赤ちゃんがいるから。おお、結構大きくなってる赤ちゃんが顔を見せてくれました。まだ自分じゃ立てないとか、そういう毛も生えてないですね。毛が産毛みたいですね。白い羽毛にですね、下がほらお母さんっぽい黒い羽が生えてきてますね。そして巣立ちの時。作った太陽ゴミとですね、漂流物のガラ、カンカンの蓋、ここを強く下に押すんです。押すと音階となっていくんです。これに当たらしますバチがですね、木を削りました。これビニールシートを貼りまして、落ちてたドラムで太鼓ですけど、竹もですね、縛り方とですね、長さで音が、木琴みたいなんです。竹琴です。こっちも木琴ですね。海洋プラスチックゴミのペットボトル、上がですね、漂流物の木を削ったものです。ドレミファソラシドレです。これ空き缶の2つ買ってます。ハンガーおまけで作りました。でこれタンバリン、カスタネットです。こんな風にですね、海洋ゴミ、プラスチックゴミでもですね、楽器できますんで。アラカス、ペットボトルです。で、声し詰めてます。いい音になります。アラメの人、細かいですね。こういう風に楽器できますから、ゴミに見えるもんでも。海洋ゴミ、漂流物の楽器たちでございます。ゴミ楽器でございます。ゴミなんですけど、いい音出ますからね。これで演奏していこうと思っております。演奏もね、ちょっとずつ上手くなっていくと思いますんで。一人ぼっちの無人島音楽隊ですね。SDGs です。ではですね、SDGs、よくわからない人のために説明いたします。持続可能な開発目標の略称でありですね。2015年9月に国連で開かれたサミットで決められました。国際社会共通の目標のことでございます。2030年までに世界がこうなっているようにみんなで頑張ろうという思いでですね、17の目標と各々に設定された具体的な目標が全部で169個設定されております。その目標の一つにですね、海の豊かさを守ろうが設定されるなど、このような海洋ゴミが問題となっております。これでこう楽器作ってますから、素晴らしい音楽奏でますから。なんでですね、一人なすDGsでございます。こういうね、一人ずつがこういうことやっていけば、ちょっとは未来に地球を残そうという動きになると思います。捨てられているゴミだったりですね、こういうものを使って演奏してまいります。無駄にしません。捨てるやつがいたら飲む、そして使う。捨てるものがいなくなるまで漂流物を飲み続ける男、そして楽器を作り続ける男です。漂流物。その翌日、1年間に日本の海岸全体に流れ着くゴミの量はですね、約19万トンでございます。これはですね、東京ドームの約2分の1と言われています。そのゴミはですね、なんとですね、海外から流れ着いたものは 10% ほどなんです。実はですね、 90% ぐらいがですね、日本国内のゴミなんです。皆さん気をつけてゴミをですね、海に流さないようにしていただきたいですね。それをこのようにですね、利用してますから、ね、私ナス DG です。で、続いてですね、海洋プラスチックゴミについてでございます。私たちの生活のあらゆる場面で利用されているプラスチックですが、その多くはですね、使い捨てされることが多いです。そして捨てられたプラスチックのほとんどが最終的に行き着く場所が海でございます。すでに世界の海に存在していると言われるプラスチックゴミはですね、合計なんとですね、1億5000万トンです。かなり多いですよね。そこへ少なくとも年間800万トン、ジャンボジェット機5万機相当がですね、新たに流入していると推定されております。また環境省の調べによると、毎年海に流出するプラスチックゴミのうち2から6万トンが日本から発生したものだと推計されております。このままではですね、2050年の海は魚よりもゴミの量が多くなると言われるほど問題は深刻化しているんですね。これ私ですね、無人島生活がやってると他の人と違って、同じ海に何年かかけて来てるんですよね。10年かかけて5回来たりしてるんですよ。そうすると、本当無人島によってはですね、魚の量がもう圧倒的に減っている島もあるんですよ。で、逆にですね、すごいサンゴが増えて綺麗になってる島もあります。変わらないっていうのはなかなかないですよね。
なんで我々もですね、自分の世代から2世代下までぐらいは今の自然だったり今の地球を残そうという考えは持つべきなんじゃないでしょうか。偉そうに言いましたが、この楽器もそういう意味でちょっとどうしても使いたいなと。このバージョン、このドの一番低いドの音だけ使います。これですね、ドレミアサラシドのドです。これとマラカスいきましょう。続いてこちらのこのセットですね。これでドレミファソラシドを使うんです。こういう感じで3のこの張り具合で音を調整します。なんとなく鉄筋みたいな感じですね。さあ、このナンバーはグレンゲ。それでは今日も一人ぼっちの無人島ゼロ円生活コンサート始まります。ワンツーワンツー。強くなれる理由を知った僕を連れて進め。泥だらけの走馬灯に掴みたいものがある、それだけさ。夜の匂いに空に何でも変わっていけるのは自分自身だけ、それだけさ。強くなれる理由を知った僕を連れて、どうしたって受けせない運でも生まれたり今も誰かのために強くなれるならありがとう。悲しみを生態に打ちのめされて泣ける意味を知った。くれんの花よ咲き誇れ、運命を照らして。守れないものがある、分かってるけど水面下で絡まる贅沢、透けて見える偽善に天罰。 Tell me what, tell me what, tell me what, tell me I don't need you。 逸材の花より挑み続け最大人が美しい。乱暴に敷き詰められた棘だらけの道も本気の僕だけに
いかがでしょうか。ピタッときたかな。これも前川 D 寺島 D のせいです。これが合わなければ分解延長です。おはようございます。無人島持ってないです。勝手に住んじゃってます。アニメを撮ることアニメを編の、はい、本当だったと思います。イメージなかったんですけど、こんな感じがいいなと思って。あのサイドカーに乗っている男が旅をしていて、この定食屋に行き着く。ここでサイドカーの男とヒロインが出会って、ここで最後のエンディング、ほぼここにしました。よかったです。主人公がいるサイドカーが決まりました。エイクを撮影してサイドカーマンの、はい、コンテです。うわ、尺も全部入れてます。あの台本がようやく絵コンテになりました。うわ、ドルーっていう悪の組織と戦うんですよ、はい、人間が勝つか、はい、それとも人造人間が勝つかって話なんですけど、でもその人造人間の方にもちゃんと言い分があるっていうのがちょっと他の話と違ってて、うん、完全に悪じゃない。 A パートから G パートまで、 G パートまでエンド、おお、トータルで70本あります。ロケハンした時のバイク、バイクについていたエンブレムを生かしまして、はいはい、これがこのように、これが主人公のエンブレムでございます。レイジ、レイジっていう、はい、悪の組織の三種結合体の敵役のエンブレムです、はい、胸にエンブレムがついてます。この間ロケハンしたサイドカー、はい、アニメにしております。正面です。かっこいいですね。背面でございます。そしてマキオ、これ主人公でございます。サイドカーに乗ってるんですね。そうです。 YouTube 見てます？はい、見てます、見てます。マキオの幼少期でございます。おお、あ、うん、これはマキオのお父さん。かっこいい。そのお父さん元刑事でございます。主要人物のキャラクターをこのように決めてたんですね。全部、あ、すごいですね、それ。いや、ここまですごいとは。これがマキオとお父さんが住んでいたアパートでございますね、はい、先ほど言いましたレイジ敵役のデザインです。岩尾、これはこの間のロケハン行った浜屋っていう食堂にしようと、その浜屋の食堂の頑固親父です。岩尾。そしてヒロインのミオキさんです。シゲさんでございます。悪の総統ドルーブ、うん、すごいっすね。うお、なんかこんな感じです。お、悪の秘密結社みたいな。お、部下いっぱいいるじゃん。部下いっぱいです。こんな感じのイメージですよと。前回ロケハン行きましたね、はい、このようにこんな場所でこんなシーンを作りますという資料でございます。ここ定食屋にしようっつったのがこんなデザインです。昔の定食屋をイメージしております。浜屋で定食屋の中です。細かこの定食屋の中に居候するのでバイク置き場が店内にあるという設定になっております、うん、前ロケハンした港を舞台に主人公を立たしてみました。夕焼けですね、最後に見た。これもアニメにしましょう。この作ったキャラクターに前回の背景を乗っけてみました。ちょっとイメージを作るっていう意味と、ちょっとした息抜き作業中、趣味で動画を撮影してまいりました。どんなアニメですか？アニメではなくて、アニメに入る前にサイドカマエピソードゼロというのを、うわっ、ずっとちっちゃい頃から一つ夢ありまして、はい、アニメやるっていうのが夢だったんです、はいはい、夢多いですね。夢多いです。夢は別に待っててこう叶えるもんじゃなくて、自分で作っちゃって出しちゃえば叶うんで、楽しいな。全てのテレビやってるディレクターにおすすめしたいです。 YouTube 書面に書き落としただけというか、うん、それがそうですね、まだ結果、うん、紙になってるだけで、実際のものは何もなんか頑張った感はあるんですけど、うん、今日はですねテレビ朝日、あ、先生します。先生、そうです、ありがとうございます。僕あのアカウント持ってるんですけど初めて作れたんですよ。
へえ。自分のアカウントなんです。めっちゃ嬉しい。フォロワー17人なんです。誰も反応してなかった。YouTube で0円のアニメを作っているんですけど、ヒロイン役のミオコっていうキャラクターがいるんです。そのヒロインを探していると恋泥棒なんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。今のもうちょっと大きめに出せますかね。はい。はい。出来上がっております。え、何見ますか。え、今日はい。アニメが1位出来上がっております。アニメってことは動画ってことですか。そうです。マジですか。全部じゃないです。はいはいはい。それではアニメサイドカンの頭ロール一部です。しておくよ。でも怪我してるし。行こうにも運転手がいなきゃ行くこともできないんだ。自分じゃ運転できない。運転手をヒッチハイクしてるってこと？うまいこと言うね。まそんなところだ。大丈夫か美代子ちゃん。私は大丈夫なんだけど。はあ、よかった。しかし何なんだあいつら。シゲさんって確かオートバイの免許を持ってたよね。え、いや持ってるには持ってるんだけど。最大の敵に立ち向かう。何度でも挑み続ける。運命を受け入れた。まだ弱い心を叩きつけて強くなる。愛せもっと愛せ、守れもっと守れ。心ナス D 一人ぼっちの無人島生活。
一体このまま何日延長するのか。次回もご視聴お願いします。